お疲れ様です。お疲れ様です。喉の調子がずっと悪くてね、もうずっとえへんえへんしてます。今日はなんか凛々しい。本当凛々しいですか？すいたな。ごめんなさい、喉めっちゃうるさいかも。ごめんなさい。芸人さんのことも楽しく、そう、今日は芸人さんがいらっしゃるって、そう、面白かったです。面白かったですね。なんかここにニキビできそうな感じする。めっちゃなんかもう痛いもん。見た目に出てきてないけどもう痛い。最悪。こんばんは。ここにも今ね、でっかいニキビ、しかもなんかでっかいニキビが多分2つ連打で できて、パパってピピってできて、だからその2つが一緒に合わさってなんかめっちゃでっかいニキビみたいになってる。本当は別物なのね。本当は別物のニキビなんだけど、あまりにも近くに別物のニキビができて、なんか連打してあのほぼ2つもくっついてるようなもんだから、1つの大きなニキビに見えちゃう。マジで最悪。最悪。だって女の子になれるのならなりたい。めかゆい。お腹すいた。拡大しても全く見えない。本当、ほら、あ、こうやったらわかんちゃう。でもコンシーラーで隠してるから色味的にはあんまバレないようになってるけど、多分光に当たったらボコボコしてるのわかると思う。うん、わかるんじゃね。ほら、ここボコボコしてるっしょ。てか顔やば。顔やば。下からアングルはさすがに辛いわ。わかる？ボコボコして。でも見せたいっていうね。見せたがり。見せたがりです。ほら。縦にボコボコってできてんのわかる？ボコボコって縦にできてんの？
伝われ下からアングルはきついって見せたがりの光、うん、みんなに共有面白確かに縦長に見る、そう、2つ縦に並んでる、伝わったこの画角は鼻の高さはっきり分かる、本当ありがとうまつげも下からアングルだとギュインってなって、確かに下から映したらどうですか、ブッスとか言わないよね、こんばんは、今日はね、今日のやることリスト、配信終わったら松江くんの予約するって言ってこれは絶対配信終わったら松江くんの予約するって言って早めにしとかないとね、もうこっちとか結構乱れてきた、結構ね、バサバサになってきました、頑張って整えてるけど、整えないとね、めっちゃ今ねバシャバシャでも、なんか確かにまつげの量が減った気がしているのは、これ気のせいなのだろうか、わかんない、どうしよう、これでさ松エク取ったらさ、もうあのまつげ全部なくなってるんで松エクできませんとか言われたらどうしよう、でも、いや結構きついよな、なんか確かにまつげが少なくなったような気がしている、まつエクをつけた時に比べると、下まつげもつけたいんだよな、寝てる間に抜けてる、まあそうね、確かに、あとやっぱあの横向きに寝たりとかうつ伏せになったりとかで抜けてたりとかしそう、見るとタバカになって減ってるように見える、でもね、なんか今日減ったなーって感じたんだよね、なんかあれこんな少なかったっけって思った気がしている、気のせいだといいんだけど、ただ松江区がバラバラになってきてそう感じているだけとかだったらいいんですけど、そうじゃなかったらもう悲しい思って、
既存のまつげに負担でかいだろう。そうなんだよね。誰かにヘッタレって言われちゃって、いやさすがにそれは分かんないやろ。さすがに人のまつげの量まで把握してないよ。さすがにね、そこまではないけど。可愛いだけじゃダメですか？マツエクする上である程度覚悟してた。そうだよ、もうめっちゃマツエク怖いって聞いてた、まつげがなくなるって。でもそう、もう一回行ってみてだね。普通にまつげつけてもらえるようだったら別に、ただ多分バラバラになってきて少なくなったって感じてるだけなんだろうし、次行ってみてだな、ワンマン前に。眠っ。猫もすいたし、眠い。今日朝早かった、早かった、めっちゃ眠い。そう、明日も早いんだよね。もう12時間後には踊ってる。それは嘘、いやでもほぼ12時間後にほぼ踊ってる。明日12時何分だから12時20分とかじゃないっけ。あと30分後に踊ってるわ、12時間後。眠すぎ。急に睡魔が。会いに来て、嬉しい、会いに来て。眠っ。ライブ前にセブンの冷たいチキン南蛮っての買ったけど、うまかった。うましょう。今日はみんなもライブ前にシーザーサラダと卵焼き食べました、コンビニの。眠いよ、助けて。それじゃあ今日は何時間も寝れない。そうね、明日も早起きだからね。お眠なの、目が閉じそう。とってもお眠今。とってもお眠。明日のライブ終わったら次は9月4日のやば、それそれやば、それめっちゃやばいね。明日でライブ最後ってこと？ほぼワンマン前。そんなことあるわ。あくびしか出ない。
じゃあちょっと今日眠いから終わりにしようかな。今日結構多めにやりたかったんだよね、なんか今日の気分はたくさん配信しようって思ったんだけど、ちょっとめっちゃ眠い、急にやばい。明日が早くなければな。来月こそはライブ行くぜ、待ってるね。ママも待ってるね。はい、ということでランキング見たいと思います。13位、ゆうとさん。12位、かみなべさん。11位、なかさん。10位、ひろゆきさん。9位、しょうだいさん。8位、ましおさん。7位、かねちゃんさん。6位、てんばるらさん。5位、つるさん。4位、あんどうさん。3位、じんさん。2位、 ARK さん。第1位、けんわんさん。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん無理せず体休み、ありがとうね。はい、ということでまた明日配信します。今日も一日お疲れ様でした。ライブもありがとうございました。明日はお昼から白金高輪でお会いしましょう。おやすみなさい。また明日。バイバーイ。ありがとうございました。遅くに。またね。おやすみ。